で、ユイジュ側の代表は瀬名さんになったんだ。まあ、当然ちゃ当然なんだけどさ。でも、一緒にうまくできるか心配で。大丈夫。愛理はいい子だから。大丈夫。うん、そうか。友情には日直ってないの？この資料違うじゃない。あれ、他のクラスにはあるんですが、このクラスは男女混合の上、その比率が大きく違いますので。関係あんの？これは昨日の。置いてある場所が違うのよ。気がつかなかったの？ごめん。だってバランスよく順番回らないし、だからいっそのことなしにしてクラス委員に任せることにしたの。以上、マッチー先生談。ひどいなそれ。これでいいと思ったんだけどな。いいわ、私が取ってくるから。こりゃ大変そうだ。セナさん。何？いや、食堂で何かおすすめのメニューとか。ないわね。ウリュウ君。終わったわ。私、仕事終わったの。ウリュウ君は？いや、俺はまだ。早いね。お疲れ。そうだ、何か飲む？一つ、言っておきたいことがあるの。ん？私、
男子とは慣れ合わないから。絶対に。だから、中途半端な気遣いもしてほしくないの。私のことは放っておいて。じゃあ、これは俺が提出に行くから。お先に。うん。はあ、はあ、では失礼します。あれ確か、どこ行ってたの？うりゅう。ぬこぶ。それでね、こうやって怪我をしたりした動物たちを保護して自然に返す活動をしてるんだ。なるほど、それがぬこぶですか。うん、部員は少ないんだけどね。リスか。ね、部活何かしてる？いえ、何も。じゃあ、よかったらうちの部に入ってみない？はあ。え？俺ですか？うん。ウリュウ君が入ってくれたらいいなって思ったの。ウリュウ君、次の授業のプリントどうなってるの？え？ああ。大丈夫ですか、シンゴさん。疲れてるな。アイリーは完璧主義だからね。ウリュウ君。ウリュウ。こんにちは。正解。もうサネちゃん、びっくりしちゃうよ。だって先輩が来てくれたんですもん。いい子いい子。二人って、サナちゃんはヌコ部の部員なのよ。へえ。兄さん、忘れ物。あ、ごめん、わざわざありがとう。よ、さくのちゃん。ひょっとしてウリュウ君の妹さん？はい、ウリュウさくのさんとおっしゃるんですよ。へえ。こんな可愛い妹がいたなんてね。はじめまして、私は3年のアムハミユだよ。よろしくね。私はイヌイサナ。まあ、ミユ先輩の妹みたいなものね。ウリュウサクノです。まあ、ウリュウシンゴの妹みたいなもんです。なんだよ、それ。で、あの子は、サナちゃんって言うんだよ。お昼しない？いいえ、私は一人で食べますから。へぇ、なんとかしてよ。動物苦手なんだ。ありがとう。お昼一緒に食べよう。
ねえ、ウリュウ君。あの、これ、直せますか？壊れちゃったみたいで。ゆかりが、シンゴ君ならわかるかもって。ねえ、どう？はい。あ、すごい、治った。それ、壊れてるわけじゃないよ。手動巻きって言って、そこのネジを巻いて使うんだ。すごいね。すごいね。私終わったわ。ああ、そうなんだ。ちょうど、こっちも終わるよ。え？だいぶ早くなったわね。うん、結構慣れてきたかも。これも瀬名さんが鍛えてくれたおかげかな。そう。うん、ありがとう。どういたしまして。どうしたの？兄さん、アイリー、一緒に帰ろう。え、一緒に？そう、みんな一緒。サクノ。今日は無理？アイリー、アイリー。ありがたいことに、ミュウ先輩が誘いに来てくれたぞ。アイリちゃん、一緒に帰ろうって、あれ？ちょうどよかったみたいだね。みんなで一緒に帰りましょう。わかりました。今日はミュウ先輩のお家に遊びに行くのよ。へえ。こうやってウリュウ君と帰るのって初めてだよね。なんか楽しいね、アイリちゃん。そうですね。アイリはまだ統合に反対？みんなには悪いけど、男子と一緒にいるのってどうしても受け入れられないの。兄さんでも？アイリー、落ち着かないの。なんていうか、男子っていうよりウリュウ君が近くにいることが一番落ち着かない。どうして？わからない。嫌ってるわけじゃないの。でもウリュウ君がいると気持ちが揺らいでイライラして、だからウリュウ君にばっかり強く当たっちゃう。どうしてなのかな。ごちそうさま。お茶はいかがですか？ああ、ありがとう。ああ、俺が入れるよ。いえ、アンジェメイドですので。そう？シンゴさんはよく気がつく方ですね。いつも助かってます。そうかな。ああ、俺鏡台の仕事があるんだ。そういえば、
俺も仕事が山積みだった。お二人とも大変でいらっしゃいますね。今日もみんなで一緒に帰る？兄さん遅くなるならどうしよう。何かあるの？うん、今日はクメマートの特売日だから。ああ、そうだね。クメマート？特売日？そう、生鮮食料品から日用雑貨まで何もかもがとってもお得にお安いクメマートの特売日。この日の買い物だけは逃せない。そうなんだ。さすがだな、さくのっちゃん。やりくり上手の妹ですから。いつも助かってます。ウリュウくん。ん？今日は仕事がたくさんあるの覚えてるわよね。うん。ああ、そういや瀬名さん、今日急ぎの用があるんだっけ？うん、だから私は、その、昼からやっておくけど。そうだね、早く終わらせないと。じゃあ、職員室に行くから。わかった、うん、せわしいなあ。って、俺もだ。ふざけてないよ。でも、こんなの二人じゃ終わらないでしょ？だから何？もうこんな時間だよ。なら、誰かに手伝ってもらった方が。これは私たちクラス委員の仕事なのよ。それはそうだけど。でも瀬名さん、急いでるんでしょ？ダメ！個人的な用事なの。こんなことでズルしたんじゃクラスのみんなに顔向けできない。ズルとは言わないって。じゃあなんて言うのよ。わかった、こうしよう。ここは俺が引き受ける。何言ってんの、意味わかんない。これはクラス委員の仕事で、俺と瀬名さんがクラス委員だから、瀬名さんに時間がないなら俺が全部やればいい。まあ時間はあるから俺。あ、この前も言ったわよね、私慣れ合いたくないの。ウリュウ君に借りを作るなんてごめんだわ。借りを作るのが嫌なら返せばいいよ。え、借り利子をつけて返してくんない？もうすぐ中間テストでしょ。遊女のレベルに合わせるのって結構辛いんだ。だから瀬名さんが補習的な先生を引き受けてくれたら実にありがたいなって。それを引き受けてもらえるならこれくらい喜んで一人でやれちゃう。逆にやらせてくださいって感じ。どうかな。心をコロコロ揺らがせるところが嫌なのよ。え？わかったわ。ウリュウ君、不本意ではあるけどその提案に同意します。お先に失礼します。うん、ありがとう。みんな待っててくれたんだ。でもどうして？兄さんに手伝ってほしいことがあって。ん？うん、あ、そっか、荷物持ちか。二人は？せっかくだから一緒に行ってみようって。すっごい安いんでしょ？やりくり上手のメイドとしては実に聞き逃せないお話ですからね。女の血が騒ぎます。ははは。
んじゃもびっくりです。じゃあ後で合流ってことでいいかな。一旦別行動ね。私はお肉を見に行ってみるよ。アンジャは調味料をチェックしてまいります。私は夕食の献立を。兄さんはどうするの？うん、です。え、俺？あ、そういえば整髪料が切れそうなんだった。取ってくる？うん、ちょっと行ってくる。待ってるね。もう少し待ったら値引きシール貼られるわよね。その差額で野菜を買い足して、洗わずに干しておいた塩の袋があるから。塩もみにすればいくらか持つはずよね。ふっ。兄さん遅い。どうしたの？次回、アイリー色の秘密。